はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けする作品は吉川英治作大岡越前です。この大岡越前は昭和23年1948年の9月から翌昭和24年1949年の12月まで15回にわたり月刊誌日光に掲載された作品です。この日光は同志社、現在の婦人生活社の前身ですが、同志社の月刊誌でした。当時昭和23年は敗戦の直後でもあり、日本の復興も序についたばかりでした。そんな時代に健康な心の糧となるような雑誌をと、この日光が創刊されました。そこにぜひ国民作家吉川英治の作品をと作者に懇願しましたが、当時作者は健康を害し、敗戦のショックで心身ともに病みつかれた状態でした。そして初めは二宮金次郎というのが当初同志社が予定していたテーマだったんですが、作者の方からあまりにも立派すぎて小説には向かないという意見があり、その後、道義の落ちたこういう時代には名奉行の話の方がということで、この大岡越前という題材になったそうです。ちょうどその頃、戦後の暗黒混乱の時代に最高裁判所が設立されて、名裁きというものへの期待が高まっていた時代だったそうです。このようにしてスタートした大岡越前。今のお話は当時編集に携わっていた方のお話から抜粋してみました。それでは作品をどうぞ。吉川英治大岡越前、その第1回。後の世名奉行といえば第一に名前を挙げられる大岡越前だが、面白いことに彼の前半生は石部金吉でなかった。後の名判官もいとこの大亀らにそそのかされ、元禄の悪風に馴染み、水茶屋の女とできてしまった。女の名はお袖という。やがて彼が山田奉行から江戸町奉行へ抜擢された時、お袖の復讐が彼を待っていた。自ら蒔いた種を自ら裁く人間大岡の苦悩。著者が戦後の混乱した世相に深い思いを託して描いた注目の作品、吉川英治大岡越前。第一章、三人男。犬が羨ましい。ああ、なぜ人間なぞに生まれたろう。冗談にも人間仲間でこんな言葉を聞くことが近年では珍しくもなくなった。笑えるうちはまだよかったが、この頃ではそんな冗談が出ても笑うものもなくなった。何しろ決体な世の中になったものです。お犬様にはわかるでしょうが、人間どもには何が何だかわけがわかりませんな。これは庶民と呼ぶ人間の群れの一致して言う言葉だったが、人々の頭の中は言葉通りに一致してはいなかった。こういう時代の特徴として、おのおのの思想も人生観も、三人よれば三人、十人よれば十人十色に違っていた。世に対する考えも自分というものの生かし方も皆まちまちでバラバラで、しかも表面だけは妙に浮ついた風俗と貨車を競い、人間すべてが満足しきってでも得るような怪しい享楽食と
オジュな社会を作り出していた。夏の夜である。元禄14年の盆過ぎ、蛍狩りでもある前に、ヨドバシ上水堀の道もないあたり、狐にでも化かされたような三人男が歩いていた。おいおい、大亀、待てやい、待ってやれよ。どうしたい、あの銃。味噌球のやつが田んぼへ落ちてしまいはった。真っ暗で引っ張り上げてやろうにも見当がつかねえ。よくドジばかり踏む男だ。味噌球は構わねえが、背負わせておいたごちそうはまさか田んぼへ撒いてしまやしめえな。別な声が闇の中で。ねえ、ひでえことを言う。二人とも身軽なくせに、少し荷物を買ってくれやい。と他の黒を這い上がっているようだった。大亀とあの銃は、お菓子だやら、プラザやら、わけもなく笑い合って。まあ、そう言うなや。目指す中野はもうすぐだ。辛抱しろ、辛抱しろ。だが、着物の裾を絞らねえことには、どうにもすねにべたついて歩けますね。あの、泣きべそがまた泣いていた。そこらで一服やろうとするか。小高い雑木林の丘に男たちは腰を下ろした。三人とも20歳から30前。二人は浪人風であり、一人は町人。そしてその味噌球だけが、何やら周期の強い包み物を首に背負っていた。真夜中街道もあるのに、わざわざこんな闇を、この変な荷物を携え、一体どこから来てどこへ行くのか。これも時代の生んだわからないものづくしのうちに入る巷の一組とでも言うのだろうか。フクロウ、どう人間を信じたらいいのか、どう世の中を考えていいのか、またどう自分を生かしていくのが真実なのか。元禄の東大寺には厳密に言って誰にも分かっていないらしい。それを明らかにして、よく生命を愛しんでいる人間などは寥寥たる星のごときものであろう。ことに若い者に刹那的な享楽を盗むほかは何の方向があるでもなく、希望もなかった。今よりはまだ健康な世代といわれる歓迎から晩治までの世を知っていない彼らには、前期との比較がないので外胆もなく反問もせず、やすやすと自堕落な世に同調していけるのもある。町で売っているすり物も、当世わからないものづくしなど見ても、ある年齢層以下ではそのわからないものづくしの風刺がすでにわからなかった。ほう、あの銃、あれ見ねえ。こんな御不愛からでも境町の夜空がぼーっと赤く見える。今頃は芝居小屋も影間茶屋も火の色に染まっている頃だろうて。よせやい、あの、ああ、いけね、心は虫の声ばかり。女の顔を思い出すと今夜の先が急に怖くなってきた。兄貴らしくもねえこと。なあ、味噌球。そうだと思う。そっちは弱音を吹いた日には、この九助なんざ、なおのこと心でお別れと願いたくなっちまう。バカを言え。あの銃は、ここぞと強かった。アバタ号の大神は、この仲間では年笠で体つきも頑丈だが、小柄ながらあの銃には武家息子らしい風骨と敏捷さがある。今夜のことは俺のほつぎだ。間違っても大神にもてめえにもヘマを食わせて済むものか。俺がいる。さあ行こうぜ。あの銃は大かぶりと解いて、ポンと払って顔にかぶり直しながら、
長い刀に反りを打たせて立ち上がった。色町でもない真っ暗闇を、いつもの癖でアノアが嫌に気取って歩くのを後ろから見て笑いながら、あまたの大金ものそのそと味噌球を中に挟んで歩き出した。丹波岳の傾斜地を下り、谷を渡って向こう側の丘へ登る。そして雑木林の細道を半里ほど行くと、隠隠として犬の遠吠えが聞こえてきた。一頭や二頭ではない、何百何千とも知れない軍犬の声である。それがこだまして一瞬この世の声とも思え、凄みに世を包んだ。お、あれだ、おいの小屋は。違った人間の匂いがしてくると思ってか、もう追い立てていや、気をつけろよ。遠吠えは間もなくやみ、三人はまた道を探った。林穂で外れると高い板囲いに突き当たった。嫁にはただ長い長い塀の線が果てなく闇を縫っているとしか見えない。世に聞こえた中野の原のお犬小屋というのがこれらしい。しー、戻ろう。そっちへ行くと番所の明かりがさしている。いや、犬になって行け、犬になって。どうするんだ、犬になるとは。顔や、こうやってと、あの子は四つん這いになって作門の際を先に通ってみせた。大金も味噌球もそれに並んで通り越し、番所の明かりを振り向いて声なく笑い合った。目的にかかりだした。味噌球に背負わせてきた風呂敷に、犬どもの食欲をそそるに違いない魚肉の揚げ団子が大きな陸にいっぱい入っていた。味噌球を踏み台にしてあの銃が板囲いの中を覗く。そして大亀の手から揚げ団子を受け取っては、つぶてのように中の広場へそれを撒いて歩くという段取りだ。あのさん、もう品切れだぜ。なくなったか。よしと味噌球の背も飛び降りて、夜明けを待とう、どこかそこらの木の上でと、辺りの凶木を見回した。ここらが手頃と、あの銃は高い赤松の小杖をめがけてもうよじ登っていた。大金も隣の大木へ登りかけたが、ふと味噌球のうろうろ姿を見て、おい牛の字、ここらで蹴るがいいぜ。明日の昼前にはいつものところへあの男二人すきっぱらで行くから、お袖に行って名物で飯の支度をさせといてくんな。スルスルと彼の影はもう木の上の袋だった。ここまでの付き合いが精一杯の辛抱だった味噌球は、大亀にそう言われると元気づいて、おい心得た、じゃあお袖のうちで待ち合わせているぜ。彼の姿も夜ガラスに似て、江戸府内の方へ一目散に消え去った。夏の短夜とは言うが、フクロウの真似して木の上に止まっている二人には、それからの空がひどく長い気がした。あの、寒いようだな。うん、それとは涼みだ。寝られるかい、ちった。寝たら落っこちるだろうと思ってよ。俺たち人間の先祖は穴に住む以前は木の上にいたんだそうだ。寝られねえわけはねえが。それで読めた。今の地上ではお犬様をはじめ畜生どもが人間以上に扱われ、俺たち人間は木の上で寝る。なるほど、何の不思議もありゃしね。これは大昔に蹴っただけのことだ。そうかもしれねえ。この暗転の笑い声も、もし聞くものがあったら異様な感じに歌えたろう。しかしこれも世が人にさせて
つの技には違いなかった。悪よ悪性、いわゆる元禄若し姿というものは風俗画的に見れば優雅にして絵になるものだが、社会史的に見れば時の不良青少年を競った伊達に他ならない。何しろ今は不良が多いというよりは天が不良に密である。流営の大奥にすら不良少女不良老女がたくさんいる事実を江戸の人々は知っている。時の将軍で五代綱吉、この人の不良も庶民は知り抜いている。今各路も随一の聞け者と言われ、同じ老女の酒井姉大久保土屋などをも身のまま操縦しているという柳沢義康なども、蕎麦用人の昇進から破格になり上がった不良の代なるものだというよ。止まれ上下とも多少の不良性を帯びないものはなく、末直によう歩けばこの春は朝の匠の神になるとは、あの事件においても世間のよく言ったことだった。そして今の世間の特徴はどんな精霊が出てももう悪性には驚かないという巻き上にあることだった。外胆の聞かれる時代はまだ多少健康な時代と言うより、それを聞くには自陣はもうあまりにも現実的な快楽主義に爆睡し成り行き主義に慣れすぎていた。だから歓迎慶安などの前期を覚えている古ぼけた老人などが時に抜け場の間からボソボソこういうぐらいに過ぎなく